邪気、人の怒り、悲しみ、憎しみ、苦しみ、嫉妬、そういった負の思念がより集まり存在を成した者、邪気に触れ強行を成す者を鬼人と呼んだ。やがてそれらを払う者たちが現れた。人々は彼らを守り人と呼んだ。守り人プロジェクト、ここに始動。